俺の名前は堀江光明。20代で IT 系ベンチャー企業を立ち上げた若き社長だ。シャキシャキ働けお前ら。金持ちになりてんだろ。エス。俺のザザタウン社は時代の波に乗って急成長している。ヤフーの買収はどうなった？その件につきまして合意の方向で話が進んでおります。社長である俺は異常なほど多忙な日々を送っていた。そんなある日、いった社長。俺は車から降りた時に興奮した野良犬に噛まれてしまった。都会なのになんで野良犬がいるんだ。大丈夫ですか社長。なあ、かすり傷だ。時間がない。絆創膏と消毒液をくれ。何か異常な感じのする犬だなとは思ったが、小さい犬にちょこっと噛まれただけ、問題ない。多忙を極める俺は自分にそう言い聞かせた。しかしこの時すでに俺は世界で最も恐ろしい病気に感染していたのだ。それから1ヶ月後、社長、ヤフーの買収ですが決定しまして、1週間後に記者会見が決まりました。そうか、ご苦労。大きな取引も進み、以前にも増して俺は多忙な日々を送っていた。しかしこの時俺の体内では噛まれた傷から感染したウイルスが1日数ミリという速度で脳へ進行していた。1ヶ月かけて静かに俺の脳中枢へ到達したウイルスは今まさに増殖を始めようとしていたのだ。それから数日後、なんだ今チクッとしたな。治ったはずの噛み傷がチクチクと痛むようになった。そこでやっと俺は1ヶ月前に犬に噛まれたことを思い出した。さらに発熱や頭痛に襲われるようになり。大丈夫ですか社長。ああ、風邪ひいたみたいだ。くそ、大事な時期なのに。病院に行かなければとは思いつつ、風邪薬で様子を見ることにした。実はこれはとある病気の前駆期と呼ばれる時期で、脳内で増殖したウイルスが体中に巡り始めていたのだ。つまり発症直前の状態。思えばここがラストチャンスだった。それからさらに数日後、水を飲もうとすると突然激しい痛みが。なんだ、いきなり喉が痙攣したみたいに。激痛のトラウマから突然水が恐ろしくなった。なんだ、ただの水がとても恐ろしいものに見える。突然現れた体の異常、すぐに病院に行かなければとは思ったのだが。社長、病院に行きましょう。明日の記者会見は誰かに任せて。誰かに任せるだと？できるわけないだろう。あのヤフーの買収だぞ。社長の俺が出なくてどうするんだ。しかし明らかにおかしいですよ。そんなの分かってんだよ。明日の記者会見さえ済ませればすぐに病院だ。明らかな異常事態だとは百も承知だったのだが、明日の記者会見でザザタウンはさらに急成長するんだ。社長の俺がビシッと決めてねえとダメなんだ。思えばこの時俺は急性神経症が引き起こした不安症で正常な判断力を失っていた。そしてついに迎えた記者会見。これからザザタウンはヤフーを買収し、平和的な協力関係で日本の堀江社長。社長、泡吹いてるぞ。誰か救急車を呼べ。大変だ。記者会見の場で痙攣を起こした俺はすぐに病院へと運ばれた。検査を受けた俺は、なんだってこの患者は狂犬病を発症している。日本で狂犬病だと？一体どうなっている？狂犬病、それは日本では駆逐されたはずの恐怖の病気。犬や猫などの動物から噛まれることによりウイルス感染する。未だ治療法が発見されず、発症後の死亡率はほぼ 100%。 世界では毎年この病気によって5万人以上が命を落としているのだ。下痢や嘔吐によって体から水分が失われていくのだが、嫌だ。水は嫌だ。飲まないと死んでしまいますよ。頑張って。喉が引きつって激痛が走るため、水すら飲めなくなる。コップに入った水が恐ろしくて仕方ないのだ。さらに怒りが痛い。左は嫌だ。神経過敏になっている状況です。なぜか急激に日光に対して恐怖を抱くようになった。その後俺は全身麻痺を起こし昏睡状態となった。そして、申し訳ありません、どうしようもありませんでした。社長、俺は死亡した。狂犬病は約4000年前から人類に知られ、高度な医療が確立した現代でも対応策が存在しない。毎年世界では5万の人と数十万の動物が発病死していると推測される。